ラバシュラバシュは種なしパン、フラットブレッドの一種。壺状の釜で作られ、カフカス、西アジア、カンカスピカイ地域を含む地域で食されている。ラバシュ作りに関する文化は、2014年と2016年に、それぞれ別個のユネスコの無形文化遺産に登録されている。ラバシュは、一般的にアルメニアのパンであるとされることが多いが、同種の薄型パン自体は、 それをラバシュと呼ぶか否かはともかく西アジア全域で広く食される食べ物であり、起源論争が存在する。メディアを再生するラバシュを作る様子。アルメニアのエレバンにある小さなレストランにて、ラバシュの原材料は小麦粉、水、塩である。これらをこねた生地を円柱形の棒で平らに薄く伸ばす。生地を平らに伸ばした後、 壺状のパンや器用の熱した壁に貼り付けて焼く。焼く前に入りごまかポピーの実を振りまく場合もある。焼きたてのラバシュは、とても柔らかいが、すぐに乾燥し、脆くなる。硬くなると、長期保存が可能である。ラバシュは、アルメニアの日々の食事に欠かせないものである。アルメニアの村々では、乾燥させたラバシュを後で食べるために、山のように積み上げておき、 食べる際には水を振りまいて、柔らかくしてから食べる。アルメニアでは、乾燥、ラバシュを砕いて、ハシュという牛肉の煮込み料理に入れることもある。アルメニア首都教会においては、ラバシュを生産の儀式においても用いる。また、焼きたてのラバシュは柔らかいので、ほろばつとハーブやチーズを包んで食べることもある。イランでは、乾燥、ラバシュをファーストフードとして、水で戻し、 バターとチーズと一緒に食べる。イラン、トルコ、中東では、ラバシュでケバブを包んだ料理は、ドゥルムという。アゼルバイジャンのサービラーバード軍では、結婚式の後、花嫁がこれから新しく暮らす家に入る際に、花婿の母が、花嫁の肩に、ラバシュを乗せ、泊める家にようこそ、あなたの足に幸運あるという習慣がある。アブシェロン軍のノブハニという町では、葬式の後、 ラバシュで春葉を包んだキュルチャという歌詞を作る習わしがある。ラバシュを焼アゼルバイジャンのお年寄り2014年にユネスコの無形文化遺産の保全委員会はアルメニア共和国政府が登録を求めていたラバシュ文化の一表現としての伝統的なアルメニアンブレットの製法意義外観をラバシュアルメニアにおける文化の一表現としての伝統的なパンの製法意義 外観として、無形文化遺産の保護に関する条約に定義される、無形文化遺産の一覧に登録した。登録に際して、ユニークやオリジナルといった言葉は注意深く避けられたものの、ラバシュがアルメニア文化の一表現であるとも受け取れる、表現としたことについて、アゼルバイジャン政府はユネスコに対して、異議申し立てを行った。続いて、トルコ、イラン、キルギス。 カザフスタンもユネスコの無形文化遺産の保全委員会に抗議した。アゼルバイジャン他各国の主張によれば、ラバシュはアルメニアの食べ物であるというよりむしろ西アジア地域全体の食べ物であるという。その後の2016年、ユネスコの無形文化遺産の保全委員会は、フラットブレッドを作り分け合う文化、ラバシュ、カトユルマ、ジュプカまたはユフカを 無形文化遺産の一覧に登録し、アゼルバイジャン、イラン、カザフスタン、キルギス、トルコの各国を当該無形文化遺産が保全されている国家に認定した。その結果、2017年現在、ラバシュが独立した異なる2つの無形文化遺産で取り扱われる状況になっている。一般的に、ラバシュはアルメニアの食べ物であると紹介されることが多い。 アルメニア期限の食べ物であるとする文献もある。しかしながら、アルメニアに、あえて限定せず、中東発祥と記載する文献もある。アメリカのパン焼き職人、文筆家のピーター・ラインハートは、著者の中で、通常アルメニアのフラットブレッドと呼ばれているラバシュは、イランにも、期限を持ち、現在は、中東全域で食されており、世界中に広まっていると書いた。 フラチマルティロシアンというアルメニアの言語学者は、暫定的な説として、アルメニア語のロブスは、ラップ、ルップ、ラスといった、手のひらを意味する方言や、遊びに使う平らで磨いた石を意味する言葉ラップ、UK、レップ UK や、とても薄いという意味の言葉ラバスとのつながりがあると、述べ、プロとアルメニア語で平らを意味する言葉ローから派生した言葉ではないかと、仮定した。 マルティロシアンは、このブレッドが平らで薄い特徴を持つため、意味論的に考えられうる説であるとした。フラチア・アジャリアンがアルメニア語の語源辞典で述べた、説によると、トルコ人とペルシア人にとっての三角とは、対照的に、ロブスはエレバンとイランの両方で、アルメニアのブレッドであると考えられていて、テヘランではこのブレッドのことを、アルメニアのパンを意味するヌーン。 アイアーマニーと呼ばれているという。同様の例は他の地域にも見られ、例えばデルスイムにおいては、ソシーホックがクルド人のもてなし料理の特徴であるのに対し、ロブスがアルメニア人のもてなし料理の特徴であるとみなされている。ありがとうございます。